本文中の市民の認識における南町通りの範囲 JR 仙台駅屋上駐車場から撮影した南町通り仙台駅西口バスプール入口で北方向に屈曲し仙台駅前交差点に至るバスプール前交差点上にある JR 仙台駅西口ペデストリアンデッキから撮影した南町通り仙台市道青葉1163号 片平豆橋通線上にある青葉区一番町二丁目歩道橋から南東方向の写真。南町通りは仙台市都心部を東西に通じる道であり、JR 仙台駅西口における主要幹線道の一つ、南町通りとも表記する。全線が仙台市青葉区内にある片側2車線。街路樹は東海で。 かつて地元では南町通りとも発音していた。1932年から1945年までは改名して多門通りと言った。占領期には新中軍がメープルストリートと呼んだ。現在の南町通りにはいくつかの定義がある。仙台駅前では仙台市道青葉百1 6 5号南町通り1号線における仙台駅前交差点から パスプール前交差点までのの区間のどこににを置くかに違いがある南町通りとみなされなかった仙台市道青葉1165号、南町通り1号線の区間は駅前通りとみなされる。現在の南町通りが江戸時代の仙台城下町においてどのような名称であったかは不明。ただし、現在の南町通りと同じ道筋が17世紀から、 あったことは古地図から分かっており、道幅は一軒ほどの細い道であった。推定1664年の上海図及び、推定1669年の仙台上海図では、東一番町から東七番町までの区間で確認できる。東一番町より西には、やや筋違いに南側から南町を通り過ぎて、本原町まで道が見られる。 推定1678年から1680年の仙台城海図では、東端が東十番町まで延長されているのが分かり、その先は寺社地を塗って、竜岡天馬球門前に至る道が見受けられる。1833年の五条下町割絵図でも、遠方年間の仙台城海図と同様な道筋が見られるが、東二番町から東七番町までの区間では、 四谷用水が流れていた様子が描かれ、また、南町を横切る、やや筋違いの道は、南町東一番町の区間のみが描かれている。東一番町流岡天馬9門前の道筋は、現在においては、JR 仙台駅の西側では、南町通だが、仙台駅の東側では、宮城の通りの一本北な細道として残る。なお、江戸時代の筒地岡は、 城下町東港にあって、有郷の地とされていた場所である。1887年、東六番町との交差部付近に、日本鉄道、仙台駅が設置された。これを機に、道幅が9県に広げられ、東一番町までだった生端が一丁西の南町まで延長された。江戸時代の仙台城下町では、 通りと命名された道は、につながる道という意味だったから、仙台駅前から仙台区の中心地の一つである南町につながる道として、南町通りと命名された。なお、南町より西側のやや筋違いの道は、香川横丁として残った。1891年に、大内屋の八代目である大内源太衛門が、柳と桜の街路樹を植えた。仙台における、 街路寺の始まりである。1926年には仙台市電が開通し、この通りを1976年まで通ることになった。市電開通に際して、道幅は12県に広げられた。この時、南町より西の香川横丁も同じ幅に広げられ、南町通りに組み込まれ、さらに西側に道を新設して、片平町に接続した。 以上のような仙台駅設置と市電開通により、南町通りは20世紀前半の仙台で中心的な街路の一つであった。仙台に置かれた陸軍の第二師団は、満州に移駐するために1931年4月、仙台駅から出征した。駐屯地から各部隊が通った道はまちまちであったが、多門次郎師団長以下の師団本部は、 大町から馬蕉の辻で曲がって南町通りを通った。その年のうちに満州事変が起こり、第二師団も戦った。師団が満州から引き上げるに際し、仙台市はその期間を外線として歓迎する計画を立てた。発表された通路は中家町から大町を経て大橋を通る道と南町通りである。1932年に、 東北帝国大学の5人の博士が師団長の功績を記念して多門通り、または多門町を仙台に設けることを市長に提案し、それを知った南町通りの住民が改名を希望した。仙台司会がこれを認めて1月7日に改名を承認し8日の師団外線を迎えた。当時東北帝国大学の講師を知っていた歴史学者、 北邸吉は、個人の名を冠することに反対し、他門の自宅に断じ込んだ。話を聞いた他門はその通りと同意したが、それで司会の決定が覆ることはなかった。1945年に、仙台に侵中したアメリカ軍は、南町通りをメープルストリートと呼んだが、市民は用いなかった。戦後、南町通りの名が復活した。戦後の復興計画で、青葉2。 広瀬通、2、テ寺通りが新たな主要道として整備された際、青葉2が最大幅50メートルで新設された一方で、南町通りの拡幅は26メートルにとどまった。戦後も南町通りは商業地として賑わうが、どちらかといえば、館長やオフィス中心であり、中心街路の地位は前期3つの通りに譲った。多門通りが消えた後も、指導の正式名称は長く、 指導を多門通り元時は朝鮮と言ったが、仙台市の政令指定都市以降を機に、1989年3月22日に、南町通り1号線と改めた。以上のように、東道は、生誕が延長されてきた歴史と、東端が、青葉通の新設、東北新幹線開通に伴う仙台駅の拡張、仙台駅、西口バスプールの設置などにより曖昧化し、 様々な定義がなされるようになってしまった。ありがとうございます。